松川村立松川小学校は、長野県北安住郡松川村にある公立、小学校。松川村唯一の小学校である。JR 大井戸線品の松川駅より、徒歩2分。なお、松川村は、全域が、松川村立松川中学校の学区である。1895年春高の旧、校舎初代校長の野野山直樹明治初期の、 北安住郡松川村では、1873年にネズミアナ学校が開校し、1874年に松川学校と細野学校が開校している。修学率の上昇や人口の自然増などが理由で、1892年には松川学校と細野学校が統合されて、松川村立松川尋常小学校となり、現在地に校舎を新築した。 当時のこの地は、未婚地ばかりで広大な土地が確保でき、また松川村の中心部になりつつある場所だった。1894年3月12日夜には、火鉢からの火災で校舎を消失したが、村役場を仮校舎として授業を再開している。1895年春に新校舎が竣工して5月10日に開校式が行われた。1913年には、 長野市販学校教諭の浅井清の作詞によって、校歌が制定されている。1901年には、松川村立女子補修学校が付設され、1913年には、この補修学校が、松川村立松川農工補修学校に改、改唱。1933年には、松川村立実業補修学校に改、改唱。1935年には、 松川村立松川青年学校となっている。この青年学校は新学生発足後の1947年3月に役目を終えた。1940年の野の山直樹聖徳飛根流記念式典1940年4月には玄関前に野の山直樹聖徳飛が根流された。太平洋戦争が勃発した1941年には、 松川村立松川尋常高等小学校から松川村立松川国民学校に改称。都会からの集団疎開はなかったものの、個人の縁故による疎開者は多く、1943年から1945年には児童数が60人も増加している。太平洋戦争終結後の1947年には松川村立松川小学校に改称。 1947年度から1949年度には、松川村立松川中学校が、松川小学校の校舎に同居し、さらに1948年度から1956年度には、長野県立北安住農業高等学校定時制、松川文校が、松川小学校の校舎に同居した。1948年には、ネズミアナ文校が、 現在の南部会館の地に校舎を新築移転したが少人数だったことから1957年度末をもって松川小学校に統合され1873年から75年にも及ぶ歴史を閉じた。1951年には松川小学校の秋教室に図書館が設置された。1967年からの校舎建て替え時には暫定的に いたどりの三軒や会館に移転したが、新校舎の竣行後には、松川小学校内の保育所に、図書館が設けられた。1983年12月に、公民館が落成すると、図書館は、松川小学校保育所から公民館2階に移転した。2009年には、松川村田目的交流センター鈴の音ホールに、松川村図書館が開館している。 1967年以後には明治以来の木造の建物がすべて取り壊され、鉄筋コンクリートの建物に置き換えられている。1981年には創立100周年を記念して、松川村教育委員会が松川小学校100年の歩みを観光した。2003年には高知南側に隣接して公園が建設されている。ありがとうございます。